やあみんな、僕やで。今日もこちら、つぐの日というゲームをね、遊んでいきたいなと思います。本日は、冷酷の踏切という、内容のゲームでね、遊んでいきたいと思うんですが、昨日ですね、動画投稿させていただいた、夕闇の並走電車に関連したストーリーだそうです。で、一応あらすじ読ませていただきますね。双子の妹を電車事故で亡くしてしまった少女は、もうこの世にいない片割れに思いを馳せながら、毎日事故現場となった踏切を通って、下校していたと。そんな彼女の身の回りでは異変が生じ始めていて、霊気漂う踏切が舞台となる本作は、過去作であるつぐの日、夕闇の並走電車に関連したストーリーとなっています、ということなんです。なので、昨日、投稿させていただいた動画の、続きなのか関連なのかわかりませんが、そういった感じの内容となっているそうです。めちゃめちゃ楽しみだね。まあ、やっていきましょう。はじめかな。おー、怖い。しっかり怖いね。内容としては、まあ、そのまたスクロール系のゲームではあると思うんですが、どんな感じでしょうね。線路に飛び込まないでください。飛び込んでもすぐには死ねずに激痛で苦しむことになります。なんでそんな怖いこと言うん、急に。警告は確かに警告だけど。飛び込んだらあかんからね、そもそも。まあ、飛び込むなということを言いたかったんでしょうね。そのままだね。左クリックで あ、そうか、マウスでもできるようになったんだ。いいね。左クリックで歩行&文字送り。ははは、OK。踏切の音ってなんか怖いよね。まあなんかそういう恐怖心を煽るような音にはしてあるんだろうけどね。うわーまたまたクオリティが高い感じになってますね。ああ、ほんとだ。なんかよく似てる感じがするな。わかんないけど。すいません。めっちゃ適当に言いました。牛の国祭りとか書いてあったな、後ろに。牛の国参りってなんかさ、呪いとかに使われて、あれこの子じゃない？あれ違うのか？まあ、いっか。昨日出てた子に似てるなと思ったんだけど、あ、いいですね。この、純和風喫茶みたいなやつね。純和風喫茶で言わんか。純喫茶か。純喫茶ってやつですね。昔こういうところがね、たくさん、何？双子の妹が、踏切に飛び込んで死んだ。何よ？リボンの色が違う。え？なんかいつもとテイストちゃいますやん。つぐの日のイメージなんかちょっと変わってますやん。何急に怖っ。今僕はこの純喫茶のエピソードを話そうかなと。楽しい感じで話題にしていこうかなと思って。まだ一周目だからさ、大丈夫かなと思って話し始めたんだけども。もう怖いやん。なんか物悲しい感じもするし。まあ一回行こうか。そう。でね、こういう純まだ喋る気か。いや、その純喫茶でさ、スパゲティ食べたりすんのが美味しかったの。すべてが同じであるはずの妹。なるほど。今の話言ったかな？いらんかったね。あ、なんか妹置いてった感じあるよね。鳥居だね。怖いね。こういうあの街中にあるなんか、ちょっとした鳥居ね。何なんだろうあれっていつも思うけど。同じ服を着て、同じ学校に通って。仲良かったんだね。いいことだね。ビューティーサロン。あはぁ、なんか古い感じやな。こういうとこあるけど。踏切が近づいて、怪奇探偵。怪奇探偵、猫さんなんだね。なんとなく猫ちゃんだったらイメージいいかな、みたいな。私より少しだけ可愛く、少しだけわがままで。なるほど。ちょっとだけディスったね。褒めてからディスるパターンね。なんか後ろにいっぱいポスターあるけどさ、めっちゃ怖そうなポスターばっかなんやけど。で、またおるわ。ドアのところの上に呪文の男の子っぽい男の子、いるわ。年をやったっけな、名前忘れてしもたけど。懐っこく、私をお姉ちゃんと呼んだ。お姉ちゃんだからだろうね。まあ、双子ってなんか名前で呼び合ったりするのかな。妹とかお姉ちゃんみたいな感じで呼ばないのかな。なんかすっげえクオリティ高えな。絵がめちゃくちゃ綺麗だな。でも、私は、何？私、色変わったね。なになに？いらんこと考えんといてや。
あ、後ろに書いてあるわ。飛び込み禁止、線路に飛び込まない、飛び込んでもすぐに激痛で苦しむことに、みたいな書いてあるわ。あ、しかもなんか花捧げられてるね。誰かそういうなんかかわいそうな事故があったんかな、ここでは。妹の死は悲しかったけど。何？私は双子の呪縛から解放された気持ちだった。あー、これはちょっと僕らには分からんとこなんかもしれへん。双子の方にしか分からない気持ちなのかもしれないけど、なんかそういうのがあるのかな。あ、後ろのガラスに映ってた。あの、自分の姿だけど、リボン。ゾッとしたー。今鳥肌めっちゃ立った。怖っ。何何？え、もう次の日なんだ。え、なんかさ、この次の日シリーズって最後次の日になるっていう。逆やったっけ？最初次の日やったっけ？なんか忘れたけど、なんかそういう展開があるんだよね。後ろの黒板になんかあの、女の子の絵が描いてある。怖いな。なんかよく見たら変わっていくのかな？で、なんかあの、彼岸花やったっけ？なんかいっぱい咲いてんな、この辺。怖っ。まあ、お盆の時期なのかな？半袖だし。まだ夏の暑さは残ってるけど、ぐらいの時期なのかな？今ぐらいかな、ちょうど。あ、ほら、映ってる子、リボンが紫でね。一緒だね。さっきまでなんか赤色のなんか、妹っぽい雰囲気をさしてたけど、びっくりした。急に人が現れるとびっくりするんだよね、このゲーム。なんか、急にぐしゃーっとかなんか鳴ったりするやん。何？映ってないよね。もっと手前歩いてるってこと？カメラよりももっと手前を歩いてるってことにしてくれる？なんかめっちゃ足早く歩いてたけど。何やったの？うわ、なんかリュック背負ってる女の子いるな。落書きされてるな。怖いな。で、このガチャガチャ、趣味悪いな。めちゃめちゃ怖いキャラクターのガチャガチャばっかりやな。なんなんだろう。いろんなとこ見逃さんように見とかなあかんな。ほら、なんかどんどん歩いては来るけどさ、映らないんだけど、そのガラス越しにしか見えない子がいるんだけど。何？めちゃめちゃ怖いんですけど。もうなんか最初から飛ばしてませんか？次の日、次の日シリーズのこのパターン。なんで？音止まった。あ、壊れてんのかこれ。お、なんだ？え？また、誰かが飛び込んだ。またって何？そんなよくなんか頻繁にここ事故が起こるんか。でも、今、確かに踏切の音が、お、してたしてた。めちゃめちゃしてたよ。めちゃめちゃしてたもん。ああ、なんかおる、後ろのあのカーブミラーのところに。なんか、ツインテールの、目真っ黒の女の子がいる。怖い。何？うわあ、ブルーシートかけられてる。おまわりさんかな。あ、何？なんか見てる。え、見てる？見てるのかな？なんだろう。いや、見てないな。何？怖い。あー、怖い、怖い。もう怖い。おまわりさん気づかへんの？これ。見えてないの？めちゃくちゃ怖かったよ、今の。あ、びっくりしたー。おまわりさん。え？これまださ、2周目とか、三周目とかのレベルだよね。もうこんないきなり飛ばしてくんの？このシリーズ。怖っ。え？ちょっと気合入りすぎてませんか？なんか絵も増えたし。なんかパチパチハレーション起こしてるな。あれ変えた方がええよ、危ないから。なんかに気づいた。踏切の音が聞こえる。聞こえてるね。確かに聞こえている。もう復旧したんだよね。いや、知らん。それは僕には分からんけども。うわ、びっくりした。もう。ああ、後ろあの殺人キーのキーが鬼のやつ。分からない方は前回の動画見てください。あの殺人キーのやつが貼られている。看板のところに。
なんか花増えてんな。なんかおるな。これ毎回思うんやけど、この次、継ぐの日シリーズの歩いてる女の子も男の子も、この周囲で起こっているいろんな事例をさ、気づかなすぎじゃない？もうちょっと気づいてあげてもいいんじゃない？待ってると思うよ、それなりに。うわー、びっくりした。あ、キサラギって書いてない。あの、喫茶店のとこ。あ、ごめん、僕自分で隠してしまったけど、ほら、後ろのあの左の壁が鏡じゃない。あー、何って？左のガラスのところにもほら、駅のさ、名前書いてるやつあるやん。キサラギって書いてあるね。あの、キサラギ駅って、こう、都市伝説でさ、なんか死者が集まる駅みたいな、なんかあったりするよね。それ、うわー。素直に怖い映像が出ている。シンプルに怖いやつリアクション取りづらいからやめてください。普通に怖いやん。何？こんなあの、何もう。うわぁ、なんか骸骨いっぱい見えてる。骸骨がいっぱい見えてましたね。怖いですね。何なんでしょうか。怖っ。でも皆さんご存知ですか？あの、メキシコでは、あの、骸骨は先祖って言われているんです。日本ではね、ちょっと不吉な感じで扱われてますけど。だから今のはご先祖様たちが通っていったと思えばそんなに怖くないかもしれません。どうして？電車の音がすごく近くに聞こえる。聞こえてるね。確かに。なんでだろうね。ああ、また出てきた。あいつひょっこりすぐ出てくる。ひょっこり出てきやがる。ひょっこりちゃんかな。何それ？ひどいね。うなにも。いやもう気づいていいんじゃない？そろそろ。女の子も。これだけあの身近なところで変なことが起こっているんだから、気づいてもいいんじゃないかしら。お姉ちゃん。はい。なんでしょう。めっちゃ呼ばれてるよ。わあ、もうほら、ガラス割れて。お店のガラス割らんといてご迷惑かかるから。なんかもういろんなこと起こってんな。なんか落書きされてる女の子の首が首ちょんぱみたいになってるし、上に女の子おるし、その横の踏切危ないよみたいな、電車来るよみたいなところになんか銃痕みたいなのがいっぱい売ってあるし、 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9発ぐらい撃たれたのかな。ここはだいぶ危ないスラム街みたいな場所ですね。あー、怪奇探偵の猫さんも目真っ黒になってる。怖あーびっくりした。シンプルにびっくりするやつやめてください。ただただ怖いです。わあ、びっくりした。何今二人いたな。え？なんで二人いる？え？前回さ、いや違うか。あれ、前回出てた女の子は、電車に乗ってて、外を見てて、そのまま、まあ、あのなんか呪いの電車みたいなやつに連れ込まれてたから、あの女の子の話では、あ、でも、いつも降りる電車のさ、ドアのとこの近くに、あの天使の羽のランドセル背負ってた女の子いたよね。あの子なんかな、もしかして。助けて。無理です。勘弁してください。もうめちゃくちゃ怖いんやけど。いや、それキャーってなるけど。危ないね。いや、本当に、本当に危ないね。気をつけて。うわー、なんかもう気持ち悪い音してるし、なんかガラスに映ってる絵が、絵がえぐい、もうえぐい声してる。あ、なに？あ、あ、この女の子だ。ツインテールのリュック背負ってる。あ、その子がここで事故ったんか。で、ご家族の方ってことね。もうこの場に居合わせたくないね。昨日亡くなった人の家族かな？多分そうなんだろうね。うわあ、なんか、ご家族の方、いてるよ。あなたの大切な子たちがそこにいてるよ。ああ、いてるよって。すごい音しながらこっち見てるよ。なんでこんなこと言うてるん？え、なんかそんなことがあったん？連れて行かれそうな、なんか、事象が起きたん？
じゃないとこんなこと言わんよね。何怖い。うん、え、おばあちゃん、これ右に戻るってできないんだよね。進むしかないのか。あ、いてる。みんな奥見て、奥。スタンドバイミーみたいに女の子が踏切のとこに立ってる。でも高さおかしくない？めちゃめちゃ上の方にいるよね、あれ。浮いてるのか、もしくはめちゃめちゃ巨大化した状態で向こうのマンションかなんかの上にいてるのか、どっちでしょうか。うわー、びっくりした。あ、あ、今の人たちやん。え、浮いてるな。で、この子さ、なんでこんな普通なん？あ、びっくりした。あはびっくりした。今、もうやめろや。素直にびっくりした。もうそういうの一番リアクション取れへんくて恥ずかしいんやから。本当にやめて。うまく喋ることもできひんねんから。うわーしか言わ、びっくりした。あ、あのおまわりさんやん。うわ、痛い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 。痛いね、それは痛いね。この女の子なんでこんな普通な、うわー、みんな霊になった。向こうの世界で家族一緒になってもうこれで悲しくないねみたいな、やめてそういうの。うわー、増えてきたよ。うわー、おやめて。うわー、なんかもうちょっとそろそろ最終に向かっていってるんじゃないですか。電車だけに最終ってね。行きましょう。もう何が出てきても突っ込まへんから。あー、なに、あ、電気ついたのね。あー、キサラゲ駅、ほら、これキサラゲ駅のあの駅看板っていうのかな。え、でも駅じゃないんだけど、ちょっと無理やりすぎませんか。なんでなんで？あー、おるな。双子の妹かな？あの子に、いや、どっちなんだろう。この双子の妹が、あの家族ごとあの女の子も連れて行ったのか、あの女の子たちがこの双子の妹を連れて行ったのか、どっちなんだろうね。いや、どちらにしてもだよね。うわー、左肩重たいです。本当に、お姉ちゃんじゃなくて、お姉ちゃんじゃなくて、左肩がすごく重たいです。マジで勘弁してください。何？何でも言ってごらん。うわー、もうなんか増えてきたやん。これほっといたら先に行ってくれへるんかな。弟を連れて歩いて行っとるな。これ一緒に歩いてた方がいいんやろか。もう、私が死んで、本当は嬉しいんでしょ？うわぁ、見抜かれてるやん。なんか呪縛から逃れたみたいな言うてたもんね。うわぁ、怖い怖い怖い。もう連れて行くとか言うんちゃうやろね。うわぁ、もうなんか嫌な予感する。これさぁ、でも、聞いてほしいの。うわぁ、聞きたくないけど、ちょっとだけお話させてもらっていい？ごめんね、話の途中に割り込んで。あのさぁ、いや、割り込まれたんこっちやけどね。いや、もうどっちでも言わすなこと。あの、この次の日、次の日シリーズってさ、なんか、毎回主人公、なんで呪われなあかんねんとか、なんでこんな目合わなあかんねんって僕毎回思ってたんやけど、みんな最終的にやっぱりなんか理由があったりするわけよ。前回の電車の子はほんまに何の理由かわからんと僕連れて行かれたのね。だから、今回もそんな感じなのかなと思ったけど、理由あるっぽいね。じゃあ、妹の話聞いていこうか。なんだい？言ってごらん。言わんのかい、言わんのかい。私は呪われた電車に引かれて、あ、やっぱ連れてかれた方なんだ。なるほどね。めちゃくちゃ怖いね。どうでもいいけど、その肩からその頭をちょっと上げてくれへんかな。ちょっと離れてくれへん。あの、ほら、もういろいろあるから、マスクせなあかんとかいろんなことあるからさ。気づいたら知らない駅に迷い込んでたの、引かれた後に。それが木更木駅やったみたいな話？めっちゃ怖いんだけど。文房具屋さん臨時休業してるわ。やっぱこの時期、うお、びっくりした。やっぱこの時期やからね、とかいうよくわからん話をしようと思ってたら、なんかいっぱい周りに増えてました。
え、カンカン言ってるよ。ちょっと僕、行きたくないんだけど。本当に聞こえないの？どういうことやろ？聞こえてないふりしてる。うわー、こっち向いてるやん。待って、これ恋してる。うわ、あの日も今日みたいに霧の濃い朝だった。え、どういう展開。え、あの日お姉ちゃんに置いていかれた私は一人で学校へ向かう途中で奇妙な音を聞いたの。おお、びっくりした。これ聞いたな。すぐ横を電車が走るような大きな音と衝撃だった。これさっき聞いたよ、僕も。そして私は何かに引き込まれるように、鳴り響く踏切の中に飛び込んでしまった。こういうことやったんか。そうやって引き込まれたっていうことか。僕もでもさっき聞いたよ。うわー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 。この電車は死者たちを乗せてもうすぐ出発するみたい。あ、そうなんだ。いや、それはどうしようもないけど。え、場面展開したよ。え、このシリーズで場面、何？一緒に歩いてくれんの？私たちずっと一緒だったよね。いや、知らんけども。一緒だったの？わーわー、何？なんか全然知らん場所に来た。やばいやん。異世界観が。異世界観まっしぐらやん。猫まっしぐらみたいな言い方しました。だからお願い、お姉ちゃんも一緒に来て。いや、無理、ちょっとさすがに妹の願いやけど、それは無理です。でも向かってるよね、これどう考えても。ちょっと待って、一人にしやんといて。いや、さっきまで一人にしてって言ってたけど、一人にして。やめて、連れて行かないで。あ、聞こえてるやん。聞こえてたんやん。やっぱり私はまだ死にたくないの。いや、そりゃみんなも死にたくなかったやろうけど。いや、ほんまに勘弁してください。え、めっちゃ怖いことだ。ああ、え、助かったってことなのかな。今のはどういう表現なんだろう。おー、びっくりした。おー、びっくりすんねん。さっきから次の日、まだあるんか。まだ続くんやな。え？どうなんの？うわー、もうとんでもないことなってんや。なんかもうさ、その自分と妹っぽい絵を描いてる周りにたくさんの人がいる。もうなんか全然違うやん、この街。うわー、怖い。さっきので諦めてくれたんちゃうの？まだ行かなあかんの？お願い、私を連れて行かないで、本当に。うわー、めちゃめちゃ近いとこで電車が走ってます。もうむちゃくちゃな世界観になっております。あー、看板が、わー、増えてる。弟と、あー、顔が、首から上がなくなってしまっている。怖い。ああ、お前何回刺されんねん、かわいそうに。何回も手長踏んで、指長。ピアノかギター弾けばいいんじゃないですか。怖いな、もう。なんなん？ああ、まあ、それはなんとなく、しゃあない気もするわ。だって関節部分に肉がないんだから。
そりゃ落ちるでしょうよ。もう君たちの顔も見慣れてきて、なんかそういうおもちゃとかお菓子の表紙かなって思ってしまうわ。もう見慣れて、おばあちゃん連れて行かれたんだね。もうやめて近寄らんといて。いや知らないんです。すいません、僕にもわからないんです。いやちょっともうあまりにも怖すぎておもろなってきたわ。もう後ろから花生えてもうとるわ。幸せそうやな、なんか逆に幸せな住民なんかもしれん。なんかそういう風に見えてきた。みんな家族一緒になってよかったんちゃう。お母さん来てな、なんかさっき一緒におったお母さんやんね。もう僕関係ない、僕も巻き込まれた方なんです。あ、いやわかりません、それはわかり、なんでついてくんの。もうやめて、もうやめて、離れて、離れてく、離れて、もう今はもうやめて、本当に離れてください。あー電車近い。めちゃめちゃ怖いやんけ。さっきはもう、わーびっくりした。普通にびっくり要素やな。何もう、ちょっとさ、怖がらす頻度が多すぎません？なんか、びっくり要素が多すぎて、もう追いつかないんですけど、僕の心が。もうあの、もう突っ込むことも、ああ、もう、喋ることも突っ込むこともできなくなってきたわ。すべてが早い。展開が早い。何？ああ、指さしてますね。あっちだよ、みたいな。もう大体こういう時縁起でもないんよね。行きたくねえなー。ああ、もう、かわいそうだねーって。ああ、連続で来ないで怖いから。もう一回来る？で、もう一回来たよね。来たなーと思った。もう一回来るかなーと思ったよ。キサラギ。キサラギ駅のキサラギって赤くんだ。なになに？どっから聞こえてる声？これ自分が言ってる？もしかして。どうして？この駅に、あ、やばい、なに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 、あー妹に対してそんな風に思ってごめんってことだよね。あの日置いていかなければ、一緒に行ってたらあの子はそんなことに巻き込まれなくて済んだのにっていう話だよね。うわーびっくりした。もうおい、うわー骸骨いっぱいおるわー。私はあなたと比較されるのが嫌だったの。これは私の言葉だよね。私が言っている言葉だよね。だからもういちいち割るなって。聞こえてるから。あなたが死んで双子の呪縛から解放されたって。ほらもう溢れ返っとる、溢れ返っとるし、電車走るし、もうやること見ること多すぎて、もう頭が追いつきません。とにかく怖い。何もう出てきたな。もう連れて行かんといてお願いやから。何何何、これどういう展開になるん。もう展開読めないんですけど。誰か、ああびっくりした。もうそのシンプルにびっくりさせやんといてって。実況者として恥ずかしいから、そのシンプルなあのわーってやつ本当に恥ずかしいです。許してください。ああもう一緒に行きたくねー。これなんなん、どうやったら、あれなんか、あんまり、その、傷んでない妹がおる。傷んでないっていう言い方もどうやけど。ね、生前の多分、妹の姿。はい。何？あ、止めてくれようとしてんのかな、あれ。
え、違うな。背中押そうとしてんのか。どっちや。行ったらあかんで。それ行ったらあかんで。え、これ僕左にしか押されへんねんけど、これ右押す、できひんな。左にしか押したらあかんのか。押すで。あー、いっぱいおる。連れてかれるかもしれへん。みんなごめん。僕連れてかれるかもしれへん。もういいよ、お姉ちゃん。どういうこと？なんどっちのもういいよ。あ、え？妹。妹。名前も知らんけど、妹。ほんと？わかってくれたの？助けてくれんの？最後の最後に。え？同じ A 言うた今。多分この子の A と僕の A 同じ A やったと思うわ。同じテンションの A を言ったと思います。どうして？どうしてあなたはいつも言ってたよね、甘えてくるって。わあ、救われない。なるほど。なんか救われないね。なんだろうね。もうなんかまあいろいろ考えさせられたところはあったけど、いやかっこいいな毎回このエンドロールが。毎回エンドロールかっこいいんだな。なんかすごいこうなんていうの、怖いだけじゃなくて。すごいちゃんとこういろいろ思わされる、内容だったね。いやー怖かった。でもまあでもめちゃくちゃ面白かったです今回もね。なんだろう、結局この電車が、前回のあの電車、あの向かい側に走ってた電車に繋がるのかな、ちょっとわからないけど、いやなんかすげえ世界観だね。アイムシアさんありがとうございます。いやーすごいゲームだわ本当に。クオリティも完成度、まあ、脚本もそうだけどすごいシンプルじゃん。ただただひら、はあ、これ兄弟じゃない？向こうで一緒になったんだね。わーなんかすげえ悲しいわ。いやー辛い。いや本当に最後も怖いな。いつも最後ちゃんと怖がらせてくるな。感動やったのに今浸ろうかな思ってたけど、ちゃんと怖かったわ。なるほどね。いやーすごいゲームでした。はい、夕闇の並走電車につながるというわけですね。なるほどな、この後にこれが来るってことね。あーなるほどですね。いや面白いな。いや面白いって言ったらあかんような映像出てきてしまったけど、いやもうこのクオリティ、シナリオですごいシンプルやんこのゲームってさ。ただただ左に歩くだけ。
同じ景色をずっと見ていくだけなんだけど、どん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 まあ景色がね、変わっていって、いろんな状況が変化していって、みたいなことになるんだけど、いや、しっかり怖いんだよね。これ、生前の記憶をたどるって書いてあったね、今。どういうことなんだろう。あ、これね。見た。いやー。え？何？続く？もしかして。うわ。続きあった。何？え？あ、歩ける。なんだろう。これさっきあったシーンだよね。はい。ここまでずっと今僕がやってきたやつをただただ見返してきた感じなんですけど、なんだろう、どこかになんかヒントとかあったのかな？結局またこの最終地点に向かってきたのをただ見返したという感じなんですけど、なんか理由あんのかな？なんかたまにさ、もしかしたら逆を向けんのかの、かもしれないと思って、こういつも左に進んでるけど、右のカーソルを押してみたりとかもしてみたんだけど、別に何もできず、結局まあただただ左に進んだだけなんだけどね。なんか謎が解けたっていう感じでもなく、何なんだろう。なんでこれ見させられたんだろう。理由なくこんなことするかな。なんか理由があったんじゃないかなって思うんだけど、わかんない。ちょっと僕にはわからなかったですね。あれ？最後違う？お姉ちゃんの声になったね。はい。というわけで、本日もこちら、次の日、冷酷の踏切で遊ばせていただきました。なんかいろいろ考えるポイントがたくさんあって、まあ、最終ね、まあ、見返したような感じになったけど、あれ多分、クリアした後に、また、そのクリアした時の映像を見る用の振り返りだったっぽいね。だからその、見た画質が、画面が変わる感じ。死んだ後のこの二人が見ているという状況になった。っていう感じですね。まあ、なんだろうな。すごく悲しい気持ちになりました。けどまあ、すごくゲームとしては面白い。ホラーゲームとして最高なゲームだったんじゃないでしょうか。またぜひね、皆さんもよければ遊んでみてください。というわけで、僕でした。また、次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。バイバイ。